はい,はい,はい、中国の漁船の世界での暴れ方がちょっと普通ではございません。なんと、中国国内の違法漁船。中国のね、違法漁船だけで、世界の魚の4割。 世界の魚の4割よ。違法漁船だけで、世界の魚の4割をですね、実は取っているということがですね、判明して、今、世界大騒ぎになっております。そして、追撃、追撃出て,て、全然ね、あのね、経路が違うニュースなんだけれども、台湾政府、ね、台湾の内閣よ。台湾の政府ですよ。台湾政府の顧問に、 日本人がつきました。もうね、台湾政府ね、中国からね、離れる気まあまあみたいですよはい、この経営の違うニュースなんだけれども、両方とも面白いから、両方とも言っちゃいますよ。どうも、やめのくまさんです。はい、ということでございましてですね、まずはこっちからいってまずはこっちからいってはい、中国の漁船の話です。中国の漁船の話ってね、俺ね、確かね、3年くらい前にもね、これね、似たような話をですね、実はね、あの、あの動画にしたことがあるんですよ。で、ね、あの時はですね、もうあの時もね、似たような話でですね、もうとにかく中国の違法漁船がですね、世界中の海で、世界中の海でね、魚を取りまくっていて、もうちょっとやっ やばいんだけどとね、日本もですね、なぜかサンマがですね、値上がりしたりとかですね、今まで普通に安く食べられていた安いお魚さんがですね、どんどん値上がりをしている。なんでだ、なんでだと思って調べたらですね、中国の違法漁船がバカみたいにね、世界中でね、勝手にね、トロー,トローリングでしたっけ確かもう3年前から忘れれた。なんかね、普通はやっちゃいけない漁法でですね、魚を取りまくっていて、そのせいでね、世界中の海から魚が減っているという話をですね、したことがあったんですよ。で、その時の話を覚えてますよね、えー。日本もですね、アルゼンチンみたいにですね、中国の違法漁船をですね、撃沈してしまえみたいな動画だったんですよね、確かね。えー覚えて 皆さんあのね 中国のね、違法漁船ってね、マジで世界中あ、あの、進出していて、で、この記事の中でもですね、あの、日本近海であるとか、アフリカであるとか、チリであるとかっていうところに、ね、出ているっていう話なんだけど、実際はね、もっとすごくってですね、あの、北はですね、この北極からね、北極のね、ベーリング海にまで現れてるし、何なんなのね、ベーリング海を越えたカナダの沖にまでいるんですよ、中国の船って。ここだよ北極の横だよ、このところまでいるっていう話がね、ニュースも出て,出てるしな、南はですね、はい、南極でございます。 オーストラリアの真下にもですね、これね、あの、中国の漁船が現れていて、もうどこにでもですね、中国のね、船はですね、現れているっていう、ね、の,のがですね、もう数年前からずーっとあるんだよね。でね、アルゼンチン、なんとね、アルゼンチン沖にはね、これ出てきやがったんですよ。ね、中国はね。もうすごいだろまあ、めちゃめちゃ花、もうちょほぼ地球の真裏でございますからね。で、そのアルゼンチンのですね、沖にですね、中国の漁船が現れて、魚を勝手に取っている。これでですね、もうガン切れをしたらですね、アルゼンチンがですね、すごいことをやったんだよね。はい。えー、なんとですね、これね、読んでみる、読んでみる、読んでみる。あのね、簡単に言うとですね、中国の漁船 それでも拾わまない中国漁船ね。であるならば、おい、アルゼンチン政府、ちょっと撃っていいかという形で、アルゼンチンの沿岸警備隊が、えー、中国の船をですね撃っ,て撃って撃ちまくって、なんと撃沈をしてしまったんですよね。これいいね、日本もやれって言ったんだけど、まあ日本の、ね、法律が国際法丁的に、あこれ、アルゼンチンのやり方の方がですが、ね、乱暴すぎてすごいんだけれども、ちょっと勇気倫々なこの記事、読んでみるよねえ。中国の船を沈めました、アルゼンチン。えアルゼンチンはですね、えー、中国違法漁船を撃沈え、警告を無視して逃走、体当たりの試みという話で、ちょっとだけゴル すっげえ短い記事だから読んでみようか。ねえっ、ー、とね、これね、えー、何年前ですかねもう8年くらい前になるんですかねアルゼンチン当局は15日、アルゼンチンのですね、沿岸警備隊が南太平洋で違法操業をしていた中国の漁船を撃沈したと発表しました。<laughs> 気持ちいいね。えー、当局によると、えー、沿岸警備隊は14日、えー、同国の首都ブエノスアイレスの南1300キロにあるですね、えー、プエルト、プエル、えー、ト,プトマドリンでいいのかなの沖合で中国漁船を発見し、停船を求めましたが、えー、漁船側はこれを無視して逃走、えー。そしてですね、沿岸警備隊の船舶 ですねなんと繰り返し体当たりをしようと試みたとね要するにあのフィリピンの船にですね体当たりをするのと同じなんですよねあいつらねこの頃から無茶苦茶してるんですよねでこれにガン切りをしたですねあの え、アルゼンチンの沿岸警備隊にですね、なんと射撃命令が出されました。そして撃って撃って撃ちまくってですね、船長は漁船が沈み始めるまでエンジンを止めなかったというとね、え、か、も沈没しないですよ。沈没しちゃったんだよ、完全にね。はい、警察当局の声明によると、乗組員は全員救助され、とりあえず無事であるとね、え、すごいよね、アルゼンチンね、これね、え、乗組員の命はね、一人、誰一人にですね、あの、奪わないままですね、船だけを沈めるというですね、離れ技をやってのけました。すっげえ危なかったんだけどな。でも超追加だったよね。で、日本はね、これね、法律的にはね、多分これできないんだよね。まあ、ちょっと話それちゃってるな。 できないよ。これ、笹川財団のですね、状況から言うてない。まあ、これ、これ読んだ方がですね、今回のこのね、あの、中国漁船大暴れの記事がね、背景よくわかるから、いいかもしれないな。ちょっと先読みますかね。あ簡単にね、2センテンだけ、通センすンスが2段落だけ読みましょうか。あのね、日本がこの中国の大量に押し寄せる漁船群ね、ねこれに対抗できない理由があるんですよ。なぜか。ところが、水産庁の漁業の取締り船や、海上保安庁の巡視船がですね、現場で行う法的な、法執行 措置は日本の EEZ 内で違法な漁業活動を行う改善性が高い北朝鮮や中国の漁船に対して強く警告をして場合によっては放水ね放水が限界なんですよ放水等によって EE 外へ、えー、出域させる措置に留まってしまっていると仮にこれらの中外国漁船に立ち入り検査を実施したとしても船内にあるですね漁獲物がどこで漁獲をされたものであるのか判弁しないのつまりね日本の領域内でか取ったものかどうかっていうのが判断できないんだよね だからどうしようもない。そういう場合はですね、日本の漁業関係法の適用が難しいんだ。また、違法のですね、漁業活動の現場を確認したですね、場合であっても、数百隻からなる外国漁船をですね、一斉に打歩し、検挙することは現実的ではございません。そこでむしろ、不法のですね、漁獲活動を行う前の段階で強く警告を行って、だから現場での警告もやるし、中国政府に対しての警告もやると。でね、中国政府もね、一応ね、それ聞いてくれてですね、あの、日本近海でですね、大量に漁船の、 お仕置するですね。勝手に量するんだとは言ってるんだけど言ってるんだけど何一つ聞かない中国国民で何一つ言うこと聞かない中国国民を全然取り締まらない中国政府っていう状況が出来上がってるんだよね。 とりあえず警告をやってんだけどね。形だけのな。はい。えー、前で警告を行って、日本の e z から排除をすることが、最も合理的な措置なのであるとね、今の状況をね。で、解決に向けてと、えー、解決に向けて何をするべきか。まずはですね、帰国であるですね、中国に対して、えー、自国籍の漁,漁船がね、えー、違法のですね、漁業活動を従事しないように対処することによる、協力に求める必要がございます。日本海で創業する中国の漁船は、日本の国内法違反であると同時に、中国政府が発行する有効のですね、漁業許可証、えー そして、漁船記機お及び、漁船検査証を持たずに、えー、ですね、非合法な漁業に従事をする、これね、あのね、産、産油船だっけとか、産無船と呼ばれるものなんですよね。これ、これがね、何のね、あの、許可も得てない、勝手にやってる船なんだけどね。ちなみに今回の話は、この産無船と呼ばれる船がですね、なんと世界のお魚の4割を取ってるという無茶苦茶な話ですね。産無船を、えー、ですね、えー、強力に取り締まるように働きかけるべきであると。そして、2014年に、200隻超のですね、えー、中国の産後漁船が、 小笠原諸島に現れましたが、これらの多くもですね、この産無線であったと。この時はですね、沿岸国である日本からの通報をもとに、中国当局が強力に取り締まりを行って、その後、小笠原沖のえ中国産後漁船はですね、減少するという状況になりました。だからね、中国は中国で、さすがにこれね、中国の評判がね、世界で下がるから、困ってはいるんだよね。これ事実なんだよね。だったらもっとちゃんとしてほしいよね。はい、またですね、北朝鮮のえ漁業権をですね、中国人が購入をしているのであれば、え北朝鮮に対する国連安全保障理事会決議に違反をする とえこのようなですね、自国民に対するですね、制裁決議違反に対して、中国は制裁の実効性を高めるためにも真摯に対応するべきであるという形で、中国をお前何とかしろよって言ってるのが今の現状でございます。でもね、もうそろそろね、アルゼンチンみたいなところまで行くかどうかは別として、何らかの対応しないとやばいという状況が本日記事になりましたので、ちょっと読んでみる。ほんん、こもね。 とにかく、うん、あのね、中国の違法漁船、三、三、三無線と呼ばれるですね、違法漁船が世界中で暴れ回っていて、世界の魚の4割を取っちゃってると。で、このままだと本当にね、 生態系崩れかねないんですよ。これ数年前からそうなんだけどね。ガチでね、生態系崩れかねえので、多分世界がガチで動き始めると思いますね。え、それをね、見る上でもね、この知識は頭に入れていてください。いきますよ。え、中国漁船が乱獲、14億のタンパク源の獲得に焼き、え、海警局の石膏体の役割もと、え、山田教授が継承という形で、流れを言うとですね、中国の大馬鹿野郎さんたちはですね、あの、基本的にお魚好きなんですよ。で、中国の川をね、こう流れてる長江とかいろんな川があるじゃないですか。で、この内側の川で魚を取っていたんだけれども、 中国バカだから環境汚染とか考えないから川が超汚れてしまってですねもう汚染された魚しかいなくなっちゃったであるのは海に出ようっつって言海に出てきたんだけど中国でしょあの原子力のですねこれ排水なんかをですねバカみたいに垂れ流してるから中国近海の海も汚れてしまったという状況があるんですだから世界に打って出るんだっつってですねあのもう本当に中国人が来るところ全部汚れちまうからね汚れちまうからねそれで今世界の海を怪我している途中であるという話なんだよねだから大変だっつって騒いでるわけですなはい行きますよ行きますよ 中国の漁船が世界の海で乱獲をしている。それもなんですよ。これね、もう全部ね、何の許可証も持たない、違法船ですね、えー。海洋事情に詳しいですね、東海大学の山田教授が都内で、産経新聞とのインタビューに応じましてですね、えー、中国漁船が世界の海で魚を乱獲をしているという実態を明らかにしました。西側諸国とは異なり、えー、労働に厳しい制約がなく、いや、そうなんですよ。あの、労働基準法とかないんですよ。中国バカだから。で、約14億のですね、えー、人間のですね、タンパク源の獲得に向けてですね、なりふり構わぬ漁法が行われることがですね、あの、浮き彫り になりました浮きりとかこれなんか何年も前から問題になってんのよでも、ね、対応しようがないのは中国政府ちゃんとしないからねえまた中国政府の肝入りで富裕層に作らせた大型外洋漁船がですね 中国海警局の石膏体の役割を果たしているとも指摘をしているとね、あの漁船にこつけてですね、あの中国人民解放軍の船がその中に混じっていて、世界中の海を探索しているということがあるんだよね。えー、一問一答は以下の通り、はい、南米のチリからですね、エクアドル沖でですね、え、乱獲が目立ちますよね。はい、イカやイワシをですね、乱獲してるんですよ、あのバカは。フカヒレ用のサメはですね、えー、密漁、えー、中国船がですね、この海域を狙うのは、沿岸国の警備、警戒態勢が緩く、政治的にも中国に親近感を抱き、抵抗しないためであるとね、こんなのがね、あの、お魚を るる場所の,あの決定方法になっていおかしいだろ中国国には逆らわない国だからだ、ね、だから中国には強く言わないといけないんですよね、えー。西アフリカ沖やあでもですね、えー、タコや旗の乱獲が進むと、えー、モーリタニアやモロッコ沖で取って、ヨーロッパへの輸送船で運ぶ、欧州ではですね、昔タコを食べなかったが、宗教的に怪しげなです、ね、イメージが消えて、消費が増大、スペインではですね、日本食ブームで消費がぐーんと増えました。タコはですね、中国に来ず、えー、どん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 ねあ、日本には来ずですね、どん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 値段が上がっていると、えー、中国人はですね、 3年ほど戦場で働くんだ。労働制限がなく人権問題にならないからなんですよね。え、日本ならですね、どう考えても労働基準違反だけどね。という方、まあ、まあまあ、そう考えると中国人も可哀想だけどね。え、習近平中国国家主席は就任に際して海洋記憶になると宣言をしていると偉大な漢民族これなんていうんだろう？核話でいいのかな？あのお艦隊遠征15世紀頃に戻すと強調しました。海の道を抑えるのは重要であると中国が恐れるのは国民が飢えてしまうことね。そうしたら中国政府にですね不満が溜まってですねあの空出たとか起きかねないからな。おち起きれ いいのね、中国の歴史もこれで動いた中国人は内陸で魚を取って料理店で、えー、鯉か鯉の唐揚げもです、ね、出ますが今は内陸の水がです、ね、汚染されならば無限の海だ無限じゃないんだけどね海もね、えー、となると海はですねタンパク源の宝庫で無人蔵と彼らはバカだから考える、えー、漁獲高はですね世界の18から20%日本は1%未満ですよだから日本のね20倍くらいですね魚を取ってやがるんですよあいつらアホでしょねでこっからがね結構問題なんだけどコーヒー飲むね 日本が中国をね、取り締まりきれないっていう話なんですよ。え、船はですね、日本の、えー、EEZ、経済的、えー、排他的経済水域にもですね、侵入をすると。え、海上保安庁は中国船を容易に打歩ができないんです。中国船は海上保安庁のこの船をですね、えー、レーダーで見てやりたい放題やってると。えー、マグロを取り合うですね、えー、太平洋でも30キロの餌をつけて走る日本船のロープを、えー、中国船はですね、走りながらなんと切断をしやがるんですよね。もうこんなむちゃくちゃをやられてしまうとですね、あの、ルールに則っ,ってね、対応しよう 日本では、太刀打ちが不可,能の不可能であるという状況ですとね。 有効な漁業許可証。これがね、あの、サム、ムの話ね。有効な漁業許可証。漁船の登記証。漁船の検査証を持たない中国の、このね、サム線と呼ばれるね。この三有線ともサム線ともばれるんだけど、サム線で行くね。サム線もですね、徘徊をすると。中国当局は彼らをうまく使ってやがると。このサム漁船は世界の魚の4割を取ってる。あれこれ普通じゃないでしょ、ちょっと。中国のサム線だけで世界の魚の半分近く取って,ん取ってるんですよ。 こんなも止めないとダメでしょね。批判されないようにね、あの、公表もしないんだと。大船団が移動するとき、産武船もついていく。えー、密漁のときのね、おとりでございまして、の大船団は、その間にですね、逃走してしまうんだ。打破をするのは本当に難しい。現行犯でのみ可能だからね、と。えー、魚にはですね、出生証明もないからね、とね。えー、中国政府はですね、富裕層に、大型の外洋漁船を作られてきた、作らせてきたとね。えー、今も続いてるんだよと。えー、彼らは人民解放軍の予備軍であると。えー、海警局の石工隊とも言えるんだよね、と。えー、南シナ海のですね、油田近く 中国漁船も姿を見せて,てますよねと。えー、油田近くはですね、プランクトンが多く魚もいるんですと。えー、中国漁船がいるのであるならば、えー、人民解放軍や海警局がいて、中国人民を守るとの構図を中国政府は作ります。えー、ベトナムでですね、の、えー、油田であれ、フィリピンの油田であれ、中国の海に中国の漁民がいて何が悪いと。えー、彼らがいるから守るとの大義名分をですね、彼らは作ってしまうんですよね。ね、漁船が行くとですね、そこに中国人がいるんだから、えー、当然中国人民も解放軍もついていくぜっていう、もう意味のわからない論理を中国 使ってくるのえ。ポンペオ前アメリカ国務長官は中国の乱獲を批判したことがあります。えー、アメリカアメリカがですね敏感なのは、えー、中国船が世界を走り回って安全保障上の懸念があるからだ。漁船がいるところには人民解放軍がいつ現れてもおかしくないからだというお話なんですよ。ね。でこれがねこ今日ね一番読まれた記事になりそうでございましてですね意外と知らない人多かったんだなぁとね動画で作ってもやっぱまあ意味ないのかね俺ねちょっと頑張って作るなこれね。はい。えそしてですね。 この漁船の話はですね、あの、間違いなく西側諸国がですね、次中国を問題視するときに、あの、大きな大きな柱の一個になります。 なります。あの、e、EV のですね、あの、関税の話であるとかですね、えー、環境を汚してる云々の話であるとかですね、太陽光パネルの話であるとかですね、中国を非難するですね、ネタっていうのはいっぱいあるんだけれども、この次は、あのね、ガッチガチのガチで、多分このね、海洋資源を中国は乱獲を過ぎているということが、世界中でスーパーウルトラ大問題におそらくなるはずですので、これ本当に頭に入れておいてくださいね。はい。そして、そんな中国に侵略されてなるものかというですね、台湾のお話でございます。これ気持ちいいよね。台湾の政府だよ。台湾政府、つまり内閣 の顧問になんと台湾に住んでいる日本人が任命されましたすごくない <laughs> ほ本当すごくないもう台湾と日本はもう切っても切れない関係になる可能性あるねだって日本政府の顧問に台湾人がなりましたつっ,ったら おーってなるでしょもう先になっちゃってるんだよ。ちょっと読んでいこうかね。ほんでね、これに対してね、このね、あのね、野崎さんというね、これ今回ね、あの、台湾の政府のですね、顧問になった方、日本人、どういう方かっていうのを、なぜかヤフコミの民がですね、めちゃめちゃ詳しく書いてるんで、ちょっとおもろいからこれよ,よ,よ読んでこい、よ行きますよ行きますよ 台湾内閣顧問に在外法人など日本人がなりました。え、台南のですね、野崎さんが異例の任命を受けたようでございます。はい、台湾内閣はですね、南部、え、台北、台南市か在住のですね、え、この、え、都市外交顧問を務める野崎さんをですね、なんと政務顧問ね、政務顧問、内閣府の顧問に任命しました。え、任命証書が6日までに野崎さんに届きました。え、行政院によりますと、ここ数年で政府顧問に外国人を選んだ例は、確認ができないと言いまして、日本人がつくのはもう異例中の異例でございますね。 日本と一つになりたがってるって、この、いいね、これね。はい、野崎氏はですね、日本人名について、台湾の新政府が、対日本関係を重視している現れではないでしょうか。え、この日台関係のですね、発展に、貢献ができるように努力をしたいとお話をしているこの。頑張ってください、これ野崎さんね。野崎さんはなんと東京都の練馬区出身で、え、道区議、練馬区議だったのね、を務めた後、え、2007年に台湾に行きました。え、来勢徳さんが、え、台南市長だった16年に、え、道の顧問に就任。あ、だから、来勢徳総統とですねあお、お知り合いなんだね。 なる,なるほど、なるほどいい人脈をお持ちでございますわな、台湾政府内で移民政策に関わる委員でもあるという話でございます。でこれどんな方な方のかをですねねこれね ヤフコめのためって賢いだろう帰いの、行きますよ、行きますね。まずはね、野島さんでございます。はい、野島氏はですねあ、野崎氏はですね、日本での議員経験もありながら、台湾での飲食店を起業成功させた移植の経歴の持ち主ですと、えー、来勢力総統が、えー、台南市長時代から、えー、台南市の顧問を務めており、来市のもとでですね、日体交流の強化に強化を、えー、協力をして、来市の信頼を得てきました。もともとやっぱり知ってるんですよね。えー、地日派立法委員の代表格で、えー、台南市のですね、えー、選挙区出身の、えー、各議員とのですね、 個人的な信頼関係もあると。えそういう流れで、対日重視を抱える、来政権の期待を込めて任命されたと見られておりますので、これ、これいいよね。日本との本当にいい橋渡しになりますよね。そして、ここからはね、本当のヤフコメのためですよ。この人の本職は、えー、台湾、台南を中心にですね、ミスターラーメンという、えー、ラーメン店舗の、ラ,ラー、メン数店舗のですね、創始者兼オーナーであると。台湾で大地震が起きた時には、無償でラーメンの炊き出しに行ったり、コロナの初期に大阪府が雨がっぱの提供を市民に求めたときは、マスクや医療服などを寄贈していると。 また、中国が台湾産のパイナップルの金融に踏み切った時には、大量に買って店で配ったりもしましたとなかなか日本人としていい貢献をしてくれてますな。この人の店では、過去に台湾のテレビで放送された、自身の活動を紹介するいくつかの番組をエンドレスで流すなど、なかなか権利欲の強い方でもあり、台南ではですね、え既存しょのある、要するに褒める方もいればですね、非難する方もいるらしいんだよね。なかなか、なかなかそういう人物が、なるほどな。とはいえ、行動力のある、け有な台湾在住の日本人であることには、変わりはありません。そんな台南時代から、えー、え、の あるですね。この人を使って正解だけではなく、両国間の社会各層での交流を深め、より強い対日の絆を築くことを来政徳は考えて考えているのではないでしょうか。と、日本もこうした総督の思いに応えていただきたいと思うとなるほどね。なるほどね外国人を外交顧問にするのは、まさに異例中の異例でございます。これね、本当に日本との繋がりを強く強くしようとしているんだよね。で、今回は台湾でしたが、日本を含めて他の国ではまずありえないでしょうからね。とかつて大試合の信彦氏はですね。日本の外交がだらしないから、キッシンジャーを。 数億でですね、スカウトしろって言っていたかなと。話はそれだけど、日体関係がさらに強化をされるのではないでしょうか。いいことだよね。はい、なんか少し面白い。台湾在住ですが、日本では考えられないが、国民性もあるんでしょうか。同じ島国でも、排他的で保守的な傾向が強く、外国人嫌悪が強く、日本人が好きな日本人と、台湾人よりもなぜか外国人好きで、外国人となると大歓迎で、優しい台湾という国民性の違いもありそうであるとね。ジョコこうになります。 はい、すごいことが起きましたね。そら、そうだよね。だって、外交顧問にさ、日本人を据えるんだよ。どんだけ信頼されてんだよ、日本人。俺嬉しいよ、単純にね。でも今の時代ですね。 どんなことも、専門家に任せた方が、えー、費用対効果は高いと思います。えー、家を建てるにもですね、建築士と設計士、いや、野球をするにもですね、監督がいて、打撃コーチ、守備コーチなど、そこにスケット外国人があったとしてもですね、何ら問題ではございません。なので、正解も、もっとグローバルに行って外国人を、えー、任命するのも、外交には有利になるのかもしれませんね。まあ、気をつけなきゃいけないけど、でも確かになぁ。なぁ、でも、切羽詰まってる台湾の起こした行動がこれなんだから、 ありなんだろうな、多分な。えー、そう、なので、正解ももっとグローバルに、外国人を任命するにもですのもですね、えー、外交には有利になるかもしれませんね。えー、もちろんですね、しっかり調査をした上で、えー、人選もした上でですよ、とね。えー、今回の件で言えば、日本は、対台湾には、台湾人の方を任命すれば、互いに自国の文化をですね、えー、理解して、して、する上で、えー、母国のためにも他国でより頑張れるだろうと、えー、台湾ともっと協力をして、両国がさらなる発展をして、豊かになることを祈って応援させてもらいますと、野崎さん、台湾で頑張ってください。応援していますという話ですね。 これ、なかなかいいよね。みんな、みんな応援してるよね、これね。はい。来世徳相当の台南市長時代からの繋がり、信頼関係も踏まえ、え、台、日本台湾関係発展へのですね、貢献も合わせて期待されての異,異例の人事だと、シンプルに解釈できると思います。え、台湾とですね、日本は価値観を含め、親和性が高く、さらに良い関係、倉庫発展が期待できるように思いますとね。う、そう、もう、いいでしょ。いい文章は、どんだけ読んでも楽しいのやから。え、台湾の政府顧問は、政策や行政において、助言を起こう名誉職であり、専門的な知識を生かして、政府に対してアドバイスを提供する役割を担っ てるえ、直接的な行政執行権限はないがえ、え、政策の決定において重要な役割を果たすことがあるんですと。え、今後の活躍に期待をしたい。ところほんと、いいな、おい、みんな応援してるよえ。え、極めて異例のことで、諸外国ではまずなかなかない事例であるが、日台の関係強化をしている中で、日本人がこのような政府要職に就くことは、大変歓迎したいと思います。日本も高市さんなど、台湾と関係強化ができ、日中国に対してはっきり言える人ですね、総裁にしてほしいと思います。僕も思います。はい、え、革新的であり続けようとするですね。 台湾の姿勢に,にはですね、本当に尊敬しかないですよねと、本当そうだよね。いやでもね、やっぱりね、中国を目の前にして追い込まれると、本当に必要な行動を取るんだよね。 でね、その本当に必要な行動が、日本人を外交顧問にすることっていうことなんだよ。おちょっと嬉しくない俺ちょっとすげえ嬉しいんだよね。だからね、もうこの記事ぶち込みたくてしょうがなかったんだよねあ。ほんでですね、えー、人口も少ないし、政治的職政治的に極めて危ういゆえにですね、チャレンジすけないと消えてなくなる危間でしょうか。日本もですね、危機感を持って見習ってほしいものですね、という形でですね、もうね、応援のコメントがですね、グイグイ来てる。グイグイ来ておりますと、えーえー。ということでですね、これね、 野崎さん、野崎さん、あの、本当ね、頑張ってください。 頑張ってください。多分ね、今ね、めちゃめちゃ重要だから、日本と台湾の関係は台湾有事であるとかですね、もろ,もろ見た場合、死ぬほどいう,う、大事だと思いますので、野崎さん、まジでちょっと応援させてもらいますね。野崎さんが台湾だからね、どんな発言をしたり、どんな活躍してるかってね、俺ちょっと興味出てきてるから、ちょっと追ってくわ。マジで。マジで追ってくんで、あの、またね、シンボリックな案があったらですね、また皆さんお届けしますね。はい、ということで,ですね、最後はいいニュースになりましたけれどもえ、最初はですね、これね、とんでもないニュースでございますからね。あの、三無線と呼ばれるですね、三無線ね三無線と呼ばれる中国 国の違法漁船がなんと世界中で、取れててていいいるるお魚の4割ををっっしししままというでですね異常な事態が発覚をしましたでこれは間違いなくね、俺も何年か前から動画をね、何本か作ってきたんだけどね、この件に関しては。ついにね、大手のマスコミが取り上げ始めたしえ、そしてですね、中国をですね、封じ込める上で、この中国漁船の話っていうのは、絶対に世界がね、大避難を、表立って大避難を、もうまもなく始めると、思うすでに避難は始まってるんだけれども、もっとね、その避難が際立ってくると思いますので、これはどうしてもね、まずね、今のうちにですね、知らない方にはですね、 お届けしておきたいなと思ってですね、えー、動画を作りました。えー、こんな感じで、ね、またね、あの、シンボリックなニュースがあったらですね、皆さんにお届けしたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録もお願いします。というわけで、熊さんの動画を終わりたいと思います。バイバイ。